最後は16番のダイバインパルス。芝コースからのスタート、16番ゲート収まりました。今収まって係員離れました。スタートしました。12番のヒルブレイド少し伸び上がって、1番しっぽりハミルトン、馬群から2馬身3馬身遅れてダートコースに各馬が入りました。まずは5番のスケロクが様子を伺いますが、6番のコパノアラジンが前に出るか、さらにはマーブルケーキ、間からは10番クレマンダルタス、4頭広がりました。そこから3馬身が空いて3番ダイメイリシャール、11番西野クラッツと続きました。あとは中断がありますが、内から9番のサクラルコール、先頭までは6、7馬身、いやもっと差がついてきました。さらには13、14番フィルザプリティもこの集団につけていきます。前までは10馬身ぐらいになりました。あとは13番名勝キトラ、3コーナー目指します。4番ネイビーブルー同じような位置、先頭まではたっぷり15馬身ぐらい。12番のヒルンブレードが上がっていきました。さらには16番ダイバインパルスは後ろから4頭目、先頭までは20馬身あるかもしれません。2番のハイボルテージ後ろにいまして、さらには8番ロマンホープに、さらに7番のテジタルフラッシュ、3、4コーナー中間1頭ついていけない感じが、1番のシンボリハミルトン、シンボリハミルトンを除いても前からおしまいまではまだ15馬身以上あります。第4コーナーカーブから直線に入ってきました。前は6番コバナラジンの藤田奈々子、先頭1馬身のリードで残り 400m、 並んでくるマーブルケーキ、さらには10番のクレマンダルス